新マップ暗源エリアと新ボスアブサントナクアでございます。いただいております。フィオナというキャラクターですね、はい、はい、そうですよね。なんかこう岩見さん的にフィオナちゃんってこういう子だよみたいなのを。もしコスチュームはフィオナ星空の誓いです。入手可能期間は2023年5月18日から2023年5月。キャラはグノノです。 CV は釘宮理恵さんで武器はプチハリケーンです。誕生日は3月6日の魚座。出身地はインディ。また脱走か。とんだ問題児だな。おい、あっちを探そう。祖父ノックはインニスを発見した探検家の出身である。そんな祖父をグノノは誇りに思っていて、リンヤの新しいコスチュームと武器外観が無料で手に入っちゃいます。すごいすごい、いいんですか。そうなんですよ。じゃあこちらの期間限定復刻情報を岩見さんからお願いします。わかりました。2023年5月。待って待って、はい、ちょっとくるってして、あ、正面にいるわ。ね、これさっき紹介してませんでしたっけ、ね、私たち。はい、リアさんの新しいスキンのアズールハートですね。おー、
いやー色っぽいな。色っぽい。背景青だから今赤めっちゃ映えます。すごい映えます。すいません、ちょっとじゃあ先に一応洞窟の入り口まで向かわせてもらいます。はい、でもあとお気になさらず、ヤミさんは周りを見て楽しんで楽しみましたね。この世界を楽しもうと思います。動いてる。動いてますね。ヤミさんはね、フィオナちゃんを今使ってるんですよね。あの同じ場所に行ってみましょう。え、マンションが良かったぞ。やだ、気づかれた、気づかれた。あ、マナカさんはもし死んじゃいそうだったらちょっと後ろに下がるとか。はい、わかりました。やれやれ、やばいやばい、いいな、私も参加したい、一緒にやりたい。ちなみにですね、こちらの、はい、あの今私たちがプレイしているワールドの環境なんですけども、うん、実を言うとあのバージョンの 2.5 から実装されるワールドレベルっていうものを調整しております。ほほ、あのなのでちょっと普段よりボスを弱く設定しておりますが、その詳細につきましては明日詳しくお伝えできるかなと思います。明日、ね、こちらの情報は詳しくお伝えしていく予定でございますので、はい、楽しみにお待ちください。今なんか画面に映ってるボタンをタップしようとしちゃいました。ちょっとタッチパネルじゃないんでね、お気持ちはわかりますか。はい、あ、回ってる回ってる、敵が。すごいすごい。痛い痛い痛い。これどうしようかな。痛い痛い痛い。なんかね、Q とか E とか。Q。あ、Q、あ、そうそう。OPQR。OPQR の Q。数字じゃなくてね、ごめんなさい、なんか。伝え方忘れちゃった。いいですね。Q とか、Q とか、当たってる気がしませんね。X とか、もうちょっとじゃあ近づくんだ。うん、あ、いいですね。うわぁ、うわぁ、アルファベットの E ボタンとかなんかいろいろ、E ボタン押してみるとなんかいろいろある。あぁ、うわぁ、いいですね。すごい、なんか、効果音がド迫力。すごい。物理って感じ。うんうん。あ、やばい、周囲に避難しなきゃ。 あ、捕まった。あ、大変だ。 あ、でももう倒せちゃうのでは。これ倒していいのかな。やっちゃいましょう。おお、出た、かっこいい、見事な。はい、生放送限定シリアルコードを視聴者全員プレゼントなので、こちらぜひ。はい、生放送限定シリアルコードを視聴者全員プレゼントなので、こちら